おお、ちょっと待った。おお、揺れてる。お、ちょっと、ちょっと。いやー、ありえないわー。もうさ、揺れてもさ、こうね、倒れてくるときとそうじゃないときがあるから、判断がめちゃくちゃむずいな。とりあえず、揺れたら、この、まあ、多分高速道路だろうね。これがね、倒れかかってくるから、逃げる。いや、でも、どうすればいいんだ？こっち側、端に限界があるからな。なるべく、こっち側の奥に、走って行こうかな。だから、もう準備して。こっちに視点を構えた状態で、揺れたら、走って逃げようか。なるべくこっち側に。来た来た来た。逃げろ逃げろ。いけ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 。いけいけいけるいける。いいよいいよいいよ。いいよ。あー、危ねえ。おー、お前ら大丈夫か？おー、ちょ、すげえ揺れる。まだ揺れてる、まだ揺れてる。おー、見てこの距離か。こいつらマジギリギリ。うわー、怖ー。これは立ち尽くすわ。いや、ちゃうちゃう、見るとこ違う。こっち見て、こっち。うわー、怖ー。ちょっとやめてよ、もう。大丈夫？話しかけられもしないよ。天を仰ぐ、天城越えみたいになってるけど。あ、じゃあ今度ここ行けるってこと？この人すごいな。おお、怖っ。うわー、めっちゃ斜め。これでどっか行けるようになったってことだよね。うん、こっちの奥は渡れないか。これ、じゃあ、こっち進んでいってかな。あ、でも、ここだけ割れちゃったんだね。向こう行けないから、行けないよね。おお、あなたも結構間一髪ですね。この辺の切れ目から行けるのか？あれ？登れない。登れない。ああ、登れた。ここから行くのかな？よし、オッケー。うわぁ、みんな、唖然としてるよ。話しかけられないもん。いや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 、まあ、気持ちはわかるがね。危なかったね。うわっ！死んじゃってるよ。いやー、そりゃ死者も出るわ。よしよしよし、じゃあ続き、こっち。お？誰か？お、警察、警察！こんにちは。警察じゃなかった、地下鉄の人だった。いや、帽子かぶってると、警察に見えるわ。わあ。地下にいたら余計危ないよね。うわ、ひどいな。こっちは何もないね。あ、中入れる。うわあ。うわあ、ひどい。うわぁ。ほとんど死んでますよ。綺麗に並んで死んでますね。うわぁ。
いやいやいや、生きてても良さそうだけどな。ここ空洞になってるから。ね、全然。みんな倒れてるよ。うわぁ、ひどい。ああ、一応中通っていけるんだ。戻る。よし、戻った。で、地下鉄、あ、そうだ、あの、ヤクザみたいなやつに追われてた人が、ね、地下鉄のロッカーに何か入れたから、それを女の人だっけ？彼女に届けてほしいみたいなことを言ってたので、多分それをやるのかな？バスはこれじゃ動かないよね。じゃあ、地下鉄入ってみようかな。あ、ハンバーガー屋さん。バーガー。お、やってます？お、高校生。やっぱり、こういうファーストフード店には、高校生いるよね。もう閉まるんだってどうする？飲み込めてないにも程があるだろう。こんにちは。うんうん。あ、上行けるんだ。へえ。トイレは使えない。こんにちは。まだなの？めっちゃ並んでる。ねえ、こういう時お店の人かわいそうだよな。お、アイテム。おお！学生。バック。スクールバック。こっちの方が入んないのかな？どうだろう？どうでしょう？アイテムが、バックってどうやって変えるんだろう？あ、こっちか。バック、あれ？どうやって変えるんだ？あ、ちょっと待って、バックって、一回変えたらもう変えれないのかな？変えれないのかな？アイテムにバックって表示されないんだね。うん。ないや。まあ、いっか、スクールバックで。はい。もしかしたら、前取ったバックとかと戻せるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとやり方がわかんないや。こんにちは。うん。何があったのかしら。外見てごらん。お、中入れる。アイテムある。ハンバーガー、ハンバーガーもらえない？やったー。おーおー、コック感増したな。多分これで。お、店員帽。身につけとこうか。いいね、いいね。制服。いいね。とりあえずこれで行こうか。なぜかスクールバッグだけど。ちょ、危ない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 。おお、何、不当の人。よくわかんないけど。倒れなかったから。おお、怖い。余震がひどいんだよ。よし。よし。これで、とりあえず地下に行って、なんだっけ、名前忘れたけど、先に進みますか。はい、進むと。うん。これで地下鉄に着いたから、コインロッカーを探して、頼まれていたアイテムを手に入れたいと。まあ、アイテムが何なのかよくわかんないんだけど、とりあえず頼まれごとを進みましょうか。おー、反響するね。怖え。あ、セーブポイントある。よし。おお、いいね。柱に絶対絶命都市4の広告が貼ってあります。これさ、買った人がやるからさ、これ貼ってもしゃあないよね。
なんか違うゲームにこれ貼ってたら、あ、ね、宣伝効果になると思うんだけど、あ、絶対絶命都市4、同じ会社なんだ、やってみようかな、みたいな感じになるかもしれないけど、絶対絶命都市4、もうプレイしてるからね、これあんまり意味ないと 思うんですけど、まあまあまあ、いいでしょう。コンビニっぽいやつ。駅の中だから、キオスクみたいなやつね。はい、やってません。こっちはさっきと反対側の方かな、に出ると思うんですが。こっちの奥に行って、ここ入れるかな？入れないね。はい。改札はもう全然動いてないですね。ほんで、あ、あった、ロッカー。ここかな？それともこっちかな？おおおお。そうそう、これこれ。探した。あった！小さな箱？指輪ケース。ちょっと何何何？話が変わった。ちょっと待って、指輪か。告白しようとしてたんだ。それともしてたのかな？とにかく大事な人っていうのはまあ、ね、言うことは言ってたから、婚約者って感じなのかな。うわぁ、すごいなぁ、ぐっちゃぐちゃ。なんかありそうだね。書類を？緊急時に駅構内にある車両のドアを開けなければならない場合、車両間のドアコックを使用、許可すると。なんかあるよね。非常時はなんかこうしてくださいみたいな。開けれますよみたいな。本棚。ここもなんかあるから。地下での避難位置と。後で読みます。お手洗い。お手洗いにいる？入れないか。ダメか。男子トイレも一応チェックして、まあ一応アイテムあったりするかもしれないんでね。清掃かな。なんもないね。おい。じゃあ、こっちか、下か。あんまり奥行きたくないな。揺れたら最悪だよな。ああ、さっき、ね、ドアコックがどうのとか言ってたから、車両の中入るのかな。とりあえずちょっとこのまま奥行ってみて、ああ、奥進めるけど、車両の中を通っていくのかな。とりあえずこれ開くかな？開かないと。車両間のなんとかとか言ってたから、これかな？あ、これだ、これ。オッケーオッケー。これ、ハンドルを引かないでください。引くと。オッケーオッケー。これで開くようになると。こっち側から全部。おー、やばいやばいやばい。いやー、地下で揺れるとか最悪。うわー！はい、出ました。また死んだよー。なんか死ぬペース早くなってない？くっそー。じゃあ、ドアコック開けて、でも一応こっち入れるか試したいから、揺れたらこっち側に走ろう。だから走りやすいようにこっち側に、カメラ視点を置いて、来るぞ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 、揺れるぞ。揺れないのかい。あれかな？ドアに近づいたらなるってこと？ああ、そうだそうだ。おー、しよしよしよし。ここまで来ればきっと、大丈夫だと思うんだけど。う
わー、うわー、ダメなんかい。また死んじゃったよ。ってことは全部潰れちゃうから、ここにいちゃダメなんだ。だからあれを開けて、崩れてくる前に車両の中に入るしかないってこと？むずいな。ちなみにこっちから入れんのかな？入れないね、やっぱり。こっちの車両のドアコックだもんね。だから、もうダッシュで、行くしかないんだね。じゃあ、右側の方に行くと揺れるから、なるべくこっちに行って、ここからダッシュで、行くよ。行け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 。開ける開ける開ける。よし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 。うわー。おー。オッケー、間一髪。うわ、暗いなー。怖っ。怖いわー。なんか若干今バイオハザード感出てるよ、この暗さ。怖ー。今出たらもう負けだね。怖っ。とりあえず進んで、アイテムとかはなーさそうだけど、揺れないで。揺れないで。揺れないでお願い。怖い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 。ここで揺れるとか最悪。うわー、強い強い、揺れ強いって。ちょっとほふく前進しながら。あぶねえ。収まったかな。オッケーオッケーオッケー。怖いよー怖いよー。これが最後尾、先頭、どっちだろう、わかんないけど、この辺から降りれる。あ、降りれた、よかった。ちょっと待って。さっきさ、あった、セーブポイント。オッケーオッケーオッケー。おーし、とりあえず、奥が、うわー、ちょっとー、はーい、うわー、はやー、完全にダメだな、これ。ダメじゃない？助けて。あ、この人。助けて。この人か。ああ。助けてください。だいぶ待ってますよ。いけるこれ。とりあえず。うん？助けて、動けないんです。いや、見りゃ分かるよ。若い女性が下敷きになっている。それを見て僕は TK、 綺麗な人好きだからな。綺麗な人だな眺めてないで助けてよあー、助けよう。うん、抜けるこれ。普通ならいけないんだよ。動かない、動かないわ。いや、そうだろうね。これはダメだよ。ちょっと待って、とりあえず助けたいな、この人は。女性には優しいんだよ、 TK。 乗っている瓦礫をどかしますから待ってください。急にかっこいいな。お願いします。うん、大丈夫かな。あんだけ言ったらさ、多分厳しいんだけど、でも喋れてるってことは結構元気だからいけると思うんだよな。とりあえずこっち側の奥は、あー、いけないか。じゃあ反対の車両か。なんかあるかな。まず瓦礫をどかすことができないよね、普通の人なら。あ、いけそういけそう。降りて大丈夫かな。よし。
で、待って、待ってください。え、なになに、助けてください。ああ、これ行っちゃうと進んじゃうんだ。分かった分かった、ごめんごめん。助けるためには、瓦礫をどかす、どかすためにはどうしたらいいんですか。だってないよ、ないんだって。助けてください。いや、助けたいんですけどね。瓦礫をどかす、どうしたらいいかな。お、なんだなんだこれ、今どこにいる。え、どこにいるの今。全然暗くて見えないわ。でもなんかアイテムがあったと思うんだけど。あ、今駅のここに降りたよね。今降りて、あ、降りてない。お、あ、コンパスか。やっと解いた。UFO コンパス。お、いいね、いいね。なんかわかんないんだよ、今。真っ暗で何も見えないんだよね。OK, OK, OK. とりあえずなんか探してみようか。探索します。瓦礫をどかすためには、どうすればいいの？もう人力かな？もう地道にやるしかないのかな？あ、なんかある。おーおーおー、金属の棒。あ、これだ。これを使って、テコの原理で持ち上げる。これしかないな。よし、これでいこう。あ、飛ばしちゃった。なんだよ、そっけないな。いや、絶対やばいって。うっ血してたんだから。なんか、危ないよね、こういうのって。ありがとう。血が止まってるところに急に血が流れると危ないって言うよね。叫んでも誰も来てくれなかったの。はい。足大丈夫。包帯。包帯持ってんだっけ？急ごうとせかす。ああ、どうしようかな。女性には優しく行こうか。足、大丈夫？包帯？ありがとう。なんか最近いい行いしてるな。大丈夫かな、足。ここにいたら危ないわね。さあ、行きましょう。オッケー。また女性と出会ったな。じゃあ、これを進んでいけばいいのね。名前教えてくんないのかな。足がしびれるか。足ね、ちょっと危なくなきゃいいけど。こういう時ってちょっと足がさ、ダメになっちゃったりするじゃない。とりあえず歩けてるから大丈夫なのかな。わわ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 わ、とりあえずとりあえずとりあえずしゃがむ。頼む頼む、収まってくれよ。収まれ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 、ちょっと強くなってる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 よ。ちょっとちょっとちょっと、頼む頼む頼む、よし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 。おー、危ねえ、怖ー、長かったな余震。ちょっと早く行った方がいいな。一気に行こう、一気に。よし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 。あ、なんか水っぽいな。怖い怖い怖い。よし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 。なんもないよね。うい、オッケー。奥の方に行けるのか、これ。暗くて見えねえ。あ、あ、あ、あったあったあった。ここから登るのかな？
違うホームかな。わあ、広いな。あ、登れる。ここから上行くのか。あ、右行ける。上は明るいライトか。こっちから、ああ、登れそう。よしよしよし、うまくつながってたわ。あ、人いる。お、うわあ、こんなところに女がいるぞ。こりゃいいや。ほう、確かに結構いいんじゃないの、ゴロツキどもが。自信のどさくさに紛れて入り込み、好き勝手して暴れてたが、ここで女を捕まえられるとはラッキーだぜ。